はい、皆さんこんにちは、のーです。今回ですね、はい、近くのショップで買ってきた、こちらのね、ヒーローズのカード詰め合わせセットを開封していきたいなと思います。お値段ね、4780円で、まずはこちらのね、カードたちが、まあ、絶対についてくるんですよ。で、これに加えて、はい、ちょっとこの中見えますかね。これ全部カードなんですよ。ということは、この箱の中身がすべてヒーローズのカードで、スーパーレアキャンペーン、プロモーションとかも入ってるんですよ。で、昔のレアコモンとかがあって、まあまあ自分的にはね、めちゃくちゃ得な、まあ、オリパとは言えないから、まあ、なんて言ったらいいんですかね。まあ、ヒーローズボックス。なので、開ける前からめちゃくちゃ楽しみです。でね、これ、2つ売ってたんですよ。で、1つ目がね、これぐらいのボックスで、2500円プラス税だったんですよ。で、こっちの内容がね、まずはこちらのカード3枚が付いてて、それに加えて、昔の、まあ、こういうやつですね。はい。このプロモーションだったり、あとは、まあ、レアコモンとかね。で、SR とかキャンペーンもね、めちゃくちゃ付いてたんですよ。はい。これ全部 SR キャンペーンで、ぶっちゃけ、この SR とキャンペーンと、UR シークレットのこの3枚売ったら、多分元が入ってくるんじゃないかなっていう、風な感じで、まあ、回収もね、狙いながら、早速開封していきたいなと思います。はい、こんな感じになってますね。コロンビアって書いてあります。まず箱がこれ多分ね、靴かなんかの入ってたやつですね。はい。ちょっとツッコミどころが、満載なんですが、はい、とりあえずまあね、最初にこちらのカードは一応全部ゲットですね。はい、スリーブにテープがこう全部繋がってます。はい、とりあえずこれは確保しておいて、問題はこちらの中身ですね。はい、ちょっとごちゃごちゃだったんでね、一旦まとめてみました。さあ、最初が記入始まりで、ここら辺は、割と最近のやつかな。おお、でも、かなり昔のやつも入ってますね。しかも状態がめっちゃ綺麗っていう。おお、ピッコロのこれも、あ、プロモじゃないか。お、孫悟空とか、孫悟天。はい、ヒットのプロモーションですね。はい、7周年バインダーのやつです。7周年バインダーっていうか、まあ、バインダーの、プロモーションカードはすごくわかりやすいですよね。箔がホログラフィックで、白色なんで、多分ね、遠くからでも、わかるようになってる、わかるようになってると思うので、割と探しやすいですね。はい、孫悟空の、今回の段のやつなんですけど、ぶっ壊れに強いんで、これはね、皆さんたくさん、確保しておいた方がいいかなと思います。はい、懐かしいのがいましたね。地獄の強敵持ちのフリーザと。はい、この頃はあれかな、フリクリを使ったワンキルデッキが、なんかすごい流行ってましたね。なんかブーガリ？レベラゲーの、するときですら、フリーザとクリーザーとか、頻繁になんか使ってる人がいたなっていう。まあ、最近ではレベラゲーもね、すごく簡単になりましたよね。お、これもプロモーションか。はい、破壊王子ベジータに、チェンジできるカード。なかなか、あれだな、珍しいな。うわ、ここら辺もやばいな。はい、孫悟空 GT の、V ジャンプの時のやつですね。このサポートのね、バッジがもらえるっていうやつ。で、これも、あれだな、ブロリー撃破の時の、はい、プロモーションとか。おぉ、トランクスのプロモ。で、気合砲打ってる悟空もなかなかレアだな。で、これな、これね、すごいですよね、このカードのこと。なんか、スーパードラゴンボールヒーローズ以降のカードはね、パッと見でわかる。うん、すごくわかりやすいんですよ。この、昔のカードと違ってね、カードの裏面も違うし、で、文字の位置も逆なんで、すごくわかりやすい。これもプロモーションだな。なぜかガンダムトライエージのカードと、最強ジャンプの、ベジットブルーですね。あら、いやー、来ちゃったか。お宝コモンの、孫悟天の Z 文字です。はい、Z 戦士の底力で、Z 文字の与えるダメージが 1.5 倍になると。まあ、最近は使わなくなりましたが、昔は、これで無双してましたね。孫悟飯青年期の UR? あれと一緒に使って、全員の与えるダメージ6倍にして、全の戦闘力プラス3000の、やってましたね、よく。出た。これね、バーダックがスーパーサイヤ人になった時の V ジャンプかなんかの大御所全サービスだったかな。うわ、これやばいな。孫悟飯少年期の最強ジャンプのやつですね。はい。いやー、このね、限界出すと、しかも、悟空もありますね。これは使ってたな。はい。フリーザと対峙しているところ。かっこいい。で、アビリティ名も違うんですよ、これ。超決戦の幕開けで、こっちが最強を継ぐものなんですよね。いや、もうたまらないな、これ。
あー来た。そうそうそう、これねかっこいいですよね、この突進している姿で。さっきの2枚とね、あのイラストの構図が同じなんですよ。いやこれめっちゃ時間かかるな。しかも SH のカードめちゃめちゃいっぱい。いや1ボックス目がね結構 SR キャンペーンが、あったんですけど、ちょっと1ボックス目ほどのあれがないな。おまさかのね、込み上げる闘争心持ちの悟空がいました。おおマジか。いやこれ持ってなかったな。カカオのねバーニアロケットでバーサーカータイプの方。いやこれね SH4 弾でこのバーニャーロケットが久しぶりに出たんですが、あっちヒーロータイプなんでこのバーサーカーの方のカカオね、いや欲しかったんですよね。やった、しかも状態めっちゃ綺麗。いやこれ一番嬉しいかもしれない。こちらの量開封したんですが、最初のワンボックス目の方がまあ僕的には嬉しかったかな。特にこのねバインダーのブロリーとか、テントハイブのベジットブルーとかプラチナゴールドレアね、おいここら辺驚きでしたね。であとは人造人間21号とか、まあ使えるね、レアコモンだったり、まあプロモーションが嬉しいな。なんか昔のプロモーションほんと集めるの難しいから、そこら辺がなんか個人的にね、嬉しかったかなと。で SR とキャンペーンがねその最初の方いっぱい出てきたんですが、2つ目のボックスからはね全然入ってませんでしたね。まあその代わりにこのねカカオのバーニャロケットとかね、あとはまあ5ターンとかね貴重なカードをゲットできたんで、ここら辺がすごく良かったかなと思います。であとねこういうのね、でなぜか万全の対策のブーがめっちゃ出てきて、でこれコンプできたのでかいな。はい、これがめっちゃでかい。しかもちゃんとスリーブに入ってるのでちょっとそこがねまあ嬉しいなーっていう感じです。はい、ということで、今回はですね近所のお店に売っていた、ヒーローズの、カード詰め合わせセット、はい、こちらを、開封してみました。まあまあまあ皆さんもですねご了参考に、ちょっとこういうボックスでまあ商品ね売ってたら、こんな感じの内容ですよっていうのをねちょっと覚えていただけたら、いいかなと思います。はい、それでは、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。